ーの、くだまきクレア、レッツゴー、よっしゃ。六本木に来てます。また、はい、チンクアンタイチンクアンタさん。え、ニワトリがいるよ。女が飲んでるよ。多分飲んでる。原田めぐみちゃんです。よろしくお願いします。なんかいろいろもし聞きたいこととかあったら全部 OK らしいんで。ま、え、マジで？NG なし？なし。まあでもちょっとお酒が入るとそこもちょっと緩くなっちゃうから。緩くなっちゃうから。全体的にさ色は何色ぐらい？色はピンクと白。正解。ほらやっぱり絶対そうだから。憧れてるって言ってるけど、はい、多分2時間でうーってなる。え、なりそう。失礼。もういきなり失礼。いや、あのね、出てる。私が、ね、そうだよね、私の中から、うん、天蓋付きベッド無理っていうのが出てるのと、うんうん、憧れっていうのはそういうなんかところが大丈夫な人になりたいわけでしょ。言ったら一晩泊まりたい。一晩な、泊まってみてほしいです本当に。なんか結構私こうしたらこうっていうのがあるから、うん、なんかこだわりがあるんだ。そうなんですよ、うん、同じ系統にしたくて、うん、電気もシャンデリアとか。マジかよ。はい、シャンデリア、はい、網戸ないのに。網戸ないのにシャンデリア。すげえ。で、地震来たらなんかジャリーンって言って怖くない？地震来たら天蓋ベッドのとこに逃げます。こう、天蓋が上から守ってくれる。守ってくれる、守ってくれる。シャンデリアがあるんだよ。めっちゃいい家住んでるよ。いや、全然全然、私実家なんですよ。あ、実家なの？はい、実家をシャン天蓋付きベッドにしてるの？はい、やばで、部屋にシャンデリア。自分の部屋？それともあのリビング？自分の部屋です。ほー、はい、お母さん何これって言わないの？何にも言わないです。すげえ、まあね、実家で。お母さんの部屋は、お母さんの部屋っていうかそのご両親が過ごす部屋はどうなの？はもうシンプルに。あ、そうなんだ。もう本当に本当、うん、はい、クレアさんみたいな感じで。いや、わかんないでしょ。私にはわかんないでしょ。クレアちゃんの家の電気はどうせあるでしょ。あの寝ててもあの消せるようにこう長い紐をつけてるでしょ、こうやって。懐かしい。おばあちゃんとか。懐かしい。田舎のおばあちゃん。違う、長い紐で。やらねえわ。あれ、あの、あーってなるからやらねえわ。ってことは一回やったことあると思う。実家がね、実家がね。でも猫に処されてやめました。うちは絨毯あれだから、あの、で、なんだっけ、電気カーペットそのまんまだから。え、あったかいやつですか？そうそう、上に絨毯とか引かないから。あ、そのまんまだ。なるほど、なるほど。まあ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 、ゴーゴーして超足痛いの。猫来た。いや、まだ来てない。もうちょいだ。ね、もうちょいで来る。もうちょいで来る。え、でもさ、それはさ、やっぱりインテリアはその趣味の一個なの？そうですね、やっぱりそうやってお仕事でお部屋公開みたいのもあるので、うん、まあぐちゃぐちゃにしとくよりもこう統一して自分も過ごしやすい環境でオンとオフみたいな。落ち着くの？それ落ち着きます。落ち着くの？もう落ち着く。ピンクが周りにないと私も情緒不安定みたいになっちゃうから。よかった、これピンク入ってて。今日落ち着いてます。よかった、はい、よかった。マジで？もうちょっとピンク濃い方が良かったな。いや、もう本当にピンクがあるから落ち着きます今日は。でもでも俺本当に申し訳ないけど、ピンク好きって言ってる女子って本当は嘘だと思ってる。で、その気持ちすごい分かる。分かるでしょ。分かる。なわけないじゃん。落ち着くわけないじゃん、ピンクが。だってピンクの色合いってもともと別にその人が落ち着く色合いでできてないから。アルファが出てねえから。いや、もうなんか赤ちゃんの頃からピンクに包まれてるじゃないですか。なことある？はい。そんなことない。もう赤ちゃんの時からインプットされてんですよ。もうピンクは落ち着く色だよって。あ、そう、はい、そうなんだ、はい、どうだ、親がやべえってことですか？親やべえ。あ、でも私、いや、そうなの？でも否定して、否定して。ちょっとやばいかも。なんか、あの、お母さんすごいバービー人形が好きで、もうちっちゃい時からもうブリブリだったんですよ、全身。お母さんが？はい、もうビビットピンクに、ビビットピンクに、ピンクに。お母さん、もう全身ピンクで揃えられてて、私服が。ああ、え、お母さんが？あ、私が。あ、だからバービーちゃんが好きだから、はい、もうバービー、バービー人形みたいな感じなんだ。お母さんは？お母さんの格好は？お母さんも結構ピンクです。へえ、すごい。林はペーパーコーン結構そう。行き過ぎだわ。カメラ撮らんねえよ。似てんな、お前。すごい似てた。似てる、それで売ってけ。やだ、売れないわ。AV やるわ。ほんでほんでほんで。そう、結構もう
そんな感じ、母系で。え、そうなの、はい、それはそうなの、本当にピンクが多いです、お母さんも。だから多分こうなったのかなっていう。こうなったのかな、はい、だとしたらそこまでじゃない、多分話聞いたらお母さんの方がすごいもん。お母さんやばい。お母さんでも本当にすごいです、バービーちゃんが。おいくつ今お母さんは、うん、50代です、うん、今も母、はい、は今もヒーハーな感じなの？あ、ヒーハー。びっくりした。今も母か。そりゃそうだ。私、いつ切られたんだろうと思って。そんな壮絶な人生、今から喋るのと思ったよね。何をこう、勘ぐったのかなと思って。何を言ってんの？ヒーハー。ヒーハーな感じ。あ、そう、母。今もでも50代のお母さんはピンクの服を着てらっしゃる。はい。へー、すごい。もうピンクですね、まあまあ、本当に。え、みぐちゃん、他にだからそのインテリア以外に、はい、自分が今一番こだわってるとかの趣味とかなんか、そういうのある？こだわって趣味って言ったら、私は本当、うん、アクティブなんで、うん、そういう部屋にしときつつあんまり家にいないタイプなんですけど、あ、でもそれはいいよね、うん、なんかそんな感じするもん。本当ですか、うん、なんかそのギャップがいいですね、うん、外でアクティブに遊ぶのに、ね、家の中でお姫様みたいな、うんうんうん、帰ったところが落ち着くところであればいいってことでしょ。そうです、そうです、うんうんうん、だからもう寝る時とかも本当にピンクに包まれて幸せなんですけど、うん、もうあんまりその家にいる時間が少ないから、はい、基本的にもう動いてます。普段何してんの？普段は、うん、スノーボードとか、おあとウェイクとか。ウェイク、はい、今あるんですよ。何それ？なんかバイクみたいなスキーのね。そう、スキーじゃないです、うん、川を走るんですよ、うん、違いました。全然違う。スノーボードの流れ。知ったか、知ったか、びっくりした、今どうしようかと思いました、うん、どうしようかと思ったね、はい、でもなんかこんなのがあんだね。なんかこう持って、うん、川の上をスノーボードの板みたいのを履いて水上スキーみたいな。あれ引っ張ってもらえるんですよ。あ、そうです。あれウェイクって言うの？ウェイクボードって言うんですけど。え、知らんかった。へぇ、そんなのやってる、超アクティブだね。え、超アクティブ。あとなんかレーシングカート最近すごいハマってて。ヘルメットとか、街で たまにマリオ。あ、いる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 。いるじゃないですか。ね、最近流行ってるよね。秋葉原とかいるよね。あれはレンタルカートって言って、うんうん、40キロぐらいしか出ないんですけど。あ、そうなの。詳しいね、はい。私はサーキットでやる方で。ほう。もうヘルメット、はい、ヘルメットとレーシングスーツ着て100キロぐらい出るんですけど。そんな出るの？はいや。はい、もう体感が100、もう200キロぐらいなんですよね。やば。はい、めっちゃ早いんですよ。あれでしょ、あの遊園地にあるゴーカートみたいなやつ。ノー、もっとすごいやつ。もっと速いやつ。それは多分レンタル。競技用でしょ。そうです、そうです。もう練習本気なやつでしょ。いや、そんなアクティブとは思わなかった。私クリストなんかちょっと外になんか、うん、ねえ、なんか軽く、軽いスポーツしに行くのなんか来た違う鶏来たぞ違う鶏が。ありがとうございます。あ、すいません。すごい。あ、この鶏喋らないよ。偉い。ありがとうございます。オーナー鶏。オーナーの方が緊張してて、今震えてたんですけど、これは。大丈夫、オーナー。オーナーありがとうございます。オーナーありがとうございます。キノコですか？チーズかな？あ、チーズか。チーズ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 です。チーズ。チーズで喋らない。でも、やっぱオーナーですよ。そういうところ守ってます。キャラ守ってますから。さすが。羊のチーズだって。おー、羊。ありがとうございます。オーナーがね、首振るたびにね、毛が落ちてくるんですよ、うん、でもオーナーずっとカメラのことは分かんないから、後ろずっと向いてるからね、うん、ありがとうございます。じゃあちょっといただいてください。はい、どうぞ。食べてください。羊チーズなんてあんま食べることないからね。チーズって羊以外に何かあるんですか？いや、普通に牛だろう。あ、牛なんだ、そりゃそうでしょ。そっか、初耳。初耳。牛乳から作るでしょ、チーズって。そうか。何言ってんの？牛肉ですか？牛乳から作るの？どうやって作るの？漏れなく赤いよ、そしたら。富士さん、うん、今日疲れる。てめえんだよ。飲んでください、飲んでください。飲みましょう。つまんでください、食べる。食べて、食べて。なんかこの切り方というか削り方っていうのがね、ちょっと面白いですね。ね、さっき向こうでなんかシャコシャコやってましたね。あ、そうなの？うん。じゃあちょっといただいてください。いただきます。うん。うん、どう？めっちゃ羊。わかるわけないだろ。どこら辺が羊なの？じゃあもうすぐ口の中に羊がいっぱいいる感じだとしたら、肉食った時言えよ。ラム食った時言えよ。めっちゃ羊。乾燥大地がめっちゃ羊。美味しいです。美味しい。よかったよかった。さすが。口の中に羊が舞い踊ってるぐらい。
羊を感じるんですって。はい、羊感がすごい。羊感ちょっと、うん、食べ比べたいね。あの、うん、牛、うんうんうん、普通のね、牛の、まあ、牛以外牛の羊なんだっけ、ごめんなさい、おいしい。違う、牛の羊ってなんだっけ。チーズ。あ、そう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 、牛のチーズと羊のチーズ、普通のチーズとね、そうそうそう、羊のチーズを食べ比べしたいと。食べ比べたいね。じゃあクレイちゃんも食べてください。はい、はい、まあでも、うん、ハムもいっちゃって。生ハム美味しそうね。生ハム言うことないんすよね。しかもこれ削ってくれてね。あ、そうだ、さっきのだ、うん、でもなんかいろんなところで生ハム食ってて、となんかもう、うんうん、そういうの絶対言っちゃいけないんだよ。もう何回やってんのこの番組。食レポだよ今。食レポすんのに。あ、面白い。言うことあった。なになに。肉厚。おお、あの、お、あの実際切ってるからね。あ、足をこう、そう、こうやってやって、うんうん、こういうのが下手かおい。こうで、こうやってたから、下手だよ。あの市販のやつより肉厚で今びっくりした。市販のやつと比べんなよ。もう終わってるわ。いやいやいや、絶対ブランチとか出れないよ。マジで。あのね、収録久々だよ。うん、いや違う、収録とかじゃなくてもね、あ、私普段からあのこういうの食べてるから別に感想はって食う前に言うとかありえないよね。やばい。ありえないよ。生きだからいいからみたいな。まあいいですね。まあいいですね。美味しい。これも美味しい。美味しそう。なんか肉の味がする。でもなんかね、酔っ払うから食べながら。はい。うん、はい。肉の味するのも当たり前だからね。肉食ってな。生ハムって生肉ですか？ちげえば。あ、違うんだ。え？生肉じゃないの？燻製、燻製してる。燻製してる。生だったら食えないでしょ。え？スモークかけてるんですよ。で、それを言ったら、まあ、切ってそのままね。え、そっちの方の方の方ですか？そっちの方の方の方って方の方方の方じゃなくて、僕昔、まあ、アルバイトとかで働いてたとこで生ハム扱ってたんで、詳しい。生ハムって生じゃないの？ね、うん、え、生は何の生ですか？何の生なんだろうね。ハン生って普通のハムよりもちょっとレアなのと思う。確かに確かに、色違うじゃん全然。レアハムってこと、うん、レアハムか、レアハムだよ、うん、もうええわハムの話。どんだけハムの話すんだよ。ええわ。広がりましたね。広がりましたねえじゃねえわ。よかったですねえじゃねえわ。あの、助けていただきました。ふざけんな、ほんとに。飲め、早くね。飲みなさい。チーズ食べたい。え、ほんとに美味しいですよ。うん、本当に。どうなってんの、このチーズ。じゃあ、僕もいただきます。面白い。でも、こういう削り方してるってことは、うん、塊じゃなくていいってことは、多分濃厚なんですよ、うん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 、相当。あ、溶けちゃう。溶けちゃう感じ。本当に美味しい。あ、うまっ。わ、いいね。めちゃくちゃいいね。なんか、うん、あ、いい。へえ。ただ、本当に羊は出てこなかった。え？口の中に。嘘。え、うん、羊出てこなかった？出てこなかった。敏感じゃないんですね。うん、そういうことじゃないよ。鈍感、鈍感なんだって。鈍感じゃねえよ。鈍感。そんなことないです。私もよく分からなかったな。六本木交差点から5分、バーチンクアンタへチンクアンタです。夜8時から朝5時まで営業しております。お一人様でも気軽にお飲みに来ていただけて、カラオケも完備しております。おすすめ料理は、香川県丸亀市発祥の骨付き鶏とさせていただきまして、しっかりとした食感の親鶏と、柔らかいジューシーなひな鶏の2種類の食感をご堪能していただけます。看板猫のスノーと一緒にぜひご来店お待ちしております。